上野動物園、動物の身の守り方。トゲで身を守る。アフリカたてがみ山嵐。トゲを立てて身を守ります。敵が来たら後ろ向きになってトゲを立てます。トゲで身を守る動物、他にもいます。四つ指ハリネズミ。トゲを逆立てて身を守ります。ハリモグラ、ヒメハリテンレックなどなど。甲羅で身を守る。マタコミツオビアルマジロ。体を丸めて身を守ります。頭と尻尾がすっぽり。安心すると動き出します。これは10倍の速さ。甲羅で身を守る動物、他にもいます。ムツオビアルマジロ、丸くなれないアルマジロ。地面に伏せて身を守ります。ミミセンザンコウ、クサガメなどなど。匂いで身を守る。シマスカンク。敵が来たらまずは脅かします。敵が逃げないとお尻の穴の横から臭い汁を飛ばして身を守ります。他にもいろいろな身の守り方があります。キリン、早く走って身を守ります。アメリカバク、水に入って身を守ります。うんちをするのも水の中が安心。ニホンカモシカ、周りの景色に溶け込んで身を守ります。アイゾメヤドクガエル、毒を持って身を守ります。他にはどんな身の守り方があるか、ぜひ探してみてください。